Thank you.
めっちゃ短いのよ。ずっと言ってた。そう。お尻丸見えよこれ。見
大丈夫かな。そうロングスカートだったからさ、うん、でも似合うねロングスカート。2人も2人も似合う。なんかあでもリリア今の衣装は一足先にねロングデビューした先にそういうかでもなんかリアだよね。ねめっちゃ似合う。え、似合う。嘘似合わないよ。え、なんかさ、あれみ、アリエルだっけ。アリエル。確かになんかそのプリンセスみたいな。確かに確かに、ね、みたい、うん、今日はこんな感じでレアな感じでやっていくので写真撮影もね今日ももちろん可能なので動画写真たくさん撮ってくださると嬉しいです。レアなのでぜひ残してください。はい、それでは早速曲の方に入っていきたいと思います。皆さん立ってください。最後まで楽しんでいきましょう。聴いてください、ドリーマー。ねえ君の手ここ
とうございます。いや本当に変だよね。変じゃない？そうですね。なんかさ、この前も一回カラーチェンジしたけどさ、カラーチェンジするたびに、あ、なんか元の自分の色でよかったなってめっちゃ思う。ね、確かになんか見慣れちゃってるもんね、もう。そうだよね。変では、まあ、変というか、似合わない。可愛いのは可愛いんだけど、可愛いのは可愛いんだけど、なんか違和感ね。見慣れないよね。最初からね、この色だったらまた違かったかもしれない。違かったかもね。あんちゃんピンク。想像つかないな。かわいい、あみちゃんピンク。今自分がさ、来たのをさっきさ、鏡で見たのをさ、こうみんなを見た瞬間に思い出して気持ち悪くなっちゃった。いや、みんな最初さ、違和感だったよね。うん、違和感だったね。なんか、父問題とかあったの。あった。ちょっと、もかちゃんの衣装はきついんですよね。あの、本当にすみません、あの、本当に今日踊れないんですけど。深呼吸ができないの。なんかこうやって直しててさ、お水の時、忘れちゃったんですよ。直してってやったら忘れちゃった。逆に私はすごいゆるゆるなの、リリアさん。すごい動くわ動くわ。もう踊るたびにさ、あっち行ったりこっち行ったりするのがおかしいね。おかしい、なんでだろうね。すごい不思議。なんでだろう、おかしいな。まあね、そんな感じで、はい、ちょっと見慣れないんですけど、はい、ラストスパートもまだまだみんなで楽しんでいけたらなと思います。ということで皆さん、お立ち上がりください。これさ、ペンライトさ、どっちが難しいよね。ちょっと本当に後半はさ、チェンジした方やってもらう。あ、そうしよう。確かにそう、おのおの変えてもらっていいか。青だって思ってみたらさ、あれ違う、あ、違う、違う、大ちゃんの話だ。じゃあラスト、後半は、このスパライトでやってもらって、ね、はい、お願いします。お願いします。それでは最後まで楽しんでいきましょう。星降る夜に。
しんでいただけましたか？ありがとうございます。ペンライトめっちゃ綺麗だったなっていう印象、ね、ありがとうございます。新鮮で良かったです ね良かったです。はい、この後もですね、この YMCA ホールさんにてフォーマンライブに私たちイーフィ出演させていただきますので、そちら皆さんぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。はい、そして3月16日の水曜日に新宿ブレイズさんにて3周年ワンマンライブを行わせていただきます。イエーイ。多分今日多分ここに来てくださってる皆さんはチケット多分もうすでに買ってくださってる方が多いとは思うんですけど、よかったら友達とか連れてきて遊びに来てくださると嬉しいです。お待ちしております。はい、 ありがとうございます。はい、そしてこの後特典会やらせていただくんですけど、結構長い時間、1時間半2時間があるんですけれども、長い時間特典会できるので、この後かごめんなので、ぜひね、今日しか見れないもう一生ないこの衣装だと思うので、ぜひぜひ記念にステーキ取りに来てください。お待ちしております。はねちゃん、私たちにお時間をくださりありがとうございました。